和菓子、和菓子キャンペーンみたいなやってますね。こんばんは。クマがすごいな。たい焼きがいっぱい。こんばんは。なんか今日顔がブスブスだな。もう乗れていません。こんばんは。今日晴れてましたね、福岡。こんばんは。暑かったね。なんかちょっと前までさ、なんかあれだよね、そんなに暑くなかったのに、最近歩くだけで汗が出てきますね。それぐらい暑い。髪伸びました、だいぶ。卒業までは伸ばそうと思ってるんですけど、どれぐらい伸びますかね。このぐらい、あと3ヶ月かな、伸びそうな感じはしますけど、どうでしょうか。意外と人、そんな短い、長い期間、長いか、あるか、いっぱい長かったか、最初から。3ヶ月でやばいよね。でもなんか最近なんかその実感をしてきた気がするんですよね。なんかわかんないけど、なんかすごいスタッフちゃんがめっちゃね、寂しいって言ってくださるんですよ。そう、なんか私全然実感っていうか、そのなんかそう、あんまり実感してなくて、変わらないからそんなに。だからそう、でもなんかファンの人がめっちゃ、ファンの人じゃない、スタッフさんが、近くの人に言われると、そっかってなりますね。はい。卒業のね、準備、卒業コンサートとかいろんなのの準備が始まっています。楽しみにしててください。はい、楽しみにしててください。皆さん、髪1ヶ月1センチ、髪って1センチしか伸びないの ?1 ヶ月で。いや絶対もっと伸びたい。だってさ、私ここら辺までこの間黒かったんですよ。そう、なんかさ、1ヶ月おきに美容室行くんですけど、なんかもっと伸びてた気がする。でも知ってます、冬じゃない、春じゃない夏ってめっちゃ伸びるんですよ、爪と髪の毛。なんか代謝が良くなって伸びやすくなるんだって。だから爪も伸びるの早いし、髪の毛も伸びるの早いんだって。すごいよね。すごいですよね。爪もこの間やったけど、なんかもう伸びた気がする。
そうらしい。そう、髪の毛長いと暑い。やっぱり私さ、去年髪の毛短かったですよ、夏だから。そんな思わなかったんですけど、今年長いから暑ってめっちゃなりますね。髪の毛がここにあるだけでとても暑いです。はい、手が歯だって、歯の歯みたいな歯。そう、卒業まではね伸ばします。もうさ、こないだ染めたんですけど、もうだいぶちょっと明るくなっちゃった。なんか居心地早いですよね。多分私たちってさ、めっちゃアイロンするから、その職業柄だからですね。そう、姿勢よく使用キャンペーンです。今だから、今ちょっと姿勢いいんです。いつも知ってました、知ってましたって、分かりました。いつもだったらもうちょっと低めなんですけど、今姿勢よく使用キャンペーンなんで、高いです、ちょっとカメラが。まあいいとこ、いい感じじゃないですか、姿勢よくしようキャンペーン。なんかやっぱ姿勢悪くて、私巻き型の猫背なんですよ。だからなんか、そう、なんかよく見えないなって思って、ちょっとよくしなきゃなと思って、姿勢よくしようキャンペーンで今頑張っています。どうですか、綺麗ですか？顔、そうだよね、姿勢よくしすぎて画面が出てないっていうね。かわいい。私もむしろこうすればいいんだよね。姿勢はよくしておきたいんです。はい。なので、はい、姿勢よくしようキャンペーンということで、私が卒業までに姿勢が良くなることをお祈りしててくださいお願いします。私は姿勢悪いんですよ、マジで、マジで本当に悪いんです。すっごく悪いんです。悲しいぐらいに一緒に参加したいだって。じゃあ皆さんもぜひ参加してください。ちゃんとね、こう忘れたらもうすぐ猫背になりますんで、もう頭の中に姿勢よくっていうのを入れといて、姿勢よくしていきましょう。はい。なんか冬とかはさ、こう寒いからこうなるんだけど、夏ってさ、なんか猫背、夏の猫背って嫌だなと思ってはい、なので姿勢よくしていきます、ね、なんかもう私本当にロケの時とかめっちゃ姿勢悪くて、もうなんかマジでもうこんなんで歩いてるんですよ、ロケの時に。だからいかんいかんと思って。そう、エミリーさんとかって姿勢いいから、もうなんか普段からちょっとモデルっぽい歩き方なんですよ。なんかもうスタッサッサみたいな、それがマジでかっこいいと思ってて、まあ、素敵ってすごい思って。そう、マリアちゃんとか私とか2人でダメだねって話してて、マジで良くないんですよ、姿勢悪いんで。姿勢よくしようキャンペーンです。
そうランウェイを歩くみたいにね、こう普通のなんていうんですか、歩道でも、はい、確かに身長は私160センチあるんですよね。160いってなかったと思ったんですけど160いったっぽいんですよね。でもなんかトレーナーさんのお母さんをこうマッサージしてる時に首をねこうやってグーってやるマッサージをしてたら身長が伸びたらしいんですよそうだからちょっと首を伸ばすのを意識して、私身長も伸ばしたいんです。なんか最近170ぐらいにならないかなって思っています。はい急に10センチ伸びるわけじゃないんですけど、170になりたいなっていう意識を持ち、はい、姿勢も良くしっていうキャンペーンも今やっていますので、みんなも姿勢良くしていきましょう。はいなんかねこうなんか見下ろなんかこうなんか大きいのかっこいいなと思って小学生みたいな感じなんですけど、そうだかっこいいなって思って身長伸ばしていきたいなっていう感じです。はい、痛いポキって言ったはじめまして、こんにちは、こんばんは、頑張ってください、頑張ります私頑張ります、姿勢良くしていきます。いや高い方だと思うんですけど、より高くしたいっていう気持ちがありますので、はい、気持ちを大切にしていきたいと思います。なんか女子ってね164でもまあまあでかく見えるじゃないですか。だからそれぐらいもいきたいんですけどね、いけないかなだから首を伸ばして背筋をピンとしていきたいと思います。お疲れ様だってお疲れ様ですね。いくのちゃん大きいですよね。いくのちゃんとはんちゃんがすごい大きくてびっくりしています。確かにヤクルト飲もう、ヤクルト飲むのいいですね。いやそうなんだよね、猫背だからさ、いやわかる、なんか5センチ10センチぐらいさちっちゃく感じるよね。もったいないよね本当。だから本当に背筋よくしていこうと思う、うん、なんかいいよね、ファンの人ってすごいさすぐさなんかいいねって言ってくれて真似してくれる。私が姿勢よくしようキャンペーンってストーリー載せたら、私もって便乗しますっていいですね、嬉しいです、ありがとうございます。花火いつやる、花火したい、今日めっちゃ思いました。なんかいい感じの天気すぎて今日花火したい。でもまだ6月だから2ヶ月ぐらいまだあのやれる機会あるからこれからですね、うん、とってもしたい、バーベキューと花火したいです。はい、夏の別の予定はそろそろ出るかしら、どうですかね。でもイベントごとにさ、あれだからさ、まあ一気に出るわけでもないですもんね。でもまず6月はピースストックがあります。はい、ピースストック長崎ハウステンボスですね。私多分まあ今年はカウントダウンいないのでラストのハウステンボスかなって思うんですけど、皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。全員でね出演するので、あきちゃんとゆかちゃんがいないんですけど、全員で出たらすごく楽しいと思いますのでぜひ来てください6月にカウントダウン、そうぜひ来てください。ハイタッチもありますね6月、東京で、ね、楽
楽しみ。そう、それで私あのひまわり組の新公演始まるじゃないですか、逆上がり公演昨日発表されたんですけど、私出演しないという形になったんですけど、初日が7月17とかなのかな、はい、いやあなた出られるやんって多分たくさんの方が思ってると思うんですけど、7月、8月はフェスもあるしイベントもあったり、まあ、それこそ卒業コンサートの準備とかがあったり、なんかまあね、ファンの人のことをね考えたら出てほしいよねって思うんですよね、本当にもう本当にそれは申し訳ない気持ちでいっぱいなんですよ。絶対ね、見ないよ、見る方が絶対いいじゃないですかファンの人。そうでもなんかこうまあフェスとかイベントにも、もうたくさん来てほしいなっていう、なんかもう人生において夏のアイドルを楽しむことはないだろうなっていうか、はい、っていうのもあったり、まあ、自分のことなんですけど、自分の体調的になんか心配になっちゃったんですよねなんかわかんない、私はいっぱいいっぱいになっちゃうとなんか良くないんだなって思っちゃって、結構完璧にやりたいタイプと言いますか、なんか中途半端なのがすごく嫌なんですよね、はいっていうのもあったり、なんか本当になんか嫌だなと思って体調崩しちゃったら嫌だなっていうのもあったり、そうなんですよね。まあ皆さんのことを考えたらすごい、まあ、出てほしいよなっていう気持ちあるんですけど、まあ分かってくれるだろうっていう最後の望みっていうか願いっていうか、なんでそれか分かんないですけど、なんかまあ分かってくれると信じてこういう形になったんですけど、まあそれでなんかファンの人がファンのこともういいやって思ったらそれでいいやって感じです急に重い、はい、なんかもう別にはなちゃん公演あれそうなんだみたいな感じ、そういう気持ちなんだっていう感じだったら、まあそれは思われてもいいやって感じですもうだってもう最後だからもうそれはそれでいいやって感じです、はい、なんかっていう感じですね。なんか難しいですよね、なんか、うん、すごい難しい気持ちなんですけど、言葉にするのもすごい難しいし、私の気持ちをこう上手に話すっていうのも難しいし、伝えるのも難しいし、ファンの人の気持ちを受け取るのもこうちゃんと受け取るっていうのも難しいし、はい、てかそんな重く考えてほしくないんですよね、私もそんな重く考えたくないですてかそんな重いことじゃありません、はい、楽しくね迎えたいという気持ちが一番ですので、私はなので、皆さん逆上がりはね、あの他のみんながすごい頑張ってくれると思うし、いい声になると思うし、むしろ私がいないっていうので、こうなんて言うんですか、みんなが頑張ろうっていう気持ちにもなるかもしれないので、もっともっとね、足が痛い、膝が痛いなので、皆さんは、私はいませんが見に行っていくのもいいと思います、はいその分ね、ここでも最後の最後まで頑張りたいなと思います、本当に姿勢悪いよ、はーいあとね、まあ
そうなんていうんですか、ファンの人に本当になんか本当にっていうかなんかまあね、移動とかもさ、こう見に来るのにもたくさんのお金というものがかかるじゃないですか。で私フェスもイベントもたくさん来てほしいなっていう気持ちがあるし、それでねまた公演って結構福岡って遠かったりするじゃないですか。なのでまあ移動のね料金とかかかっちゃったりするじゃないですかって思って、なんかまあ最後だからそれぐらいね甘えろよってね思うと思うんです。甘えろよっていうかなんていうんですかね、思うかもしれないですけど、まあそういうわけでなんか本当にすいません、本当になんか言葉がなんかたくそうですよね、マジでなんかいい感じにっていうか分からないもうとりあえず出ませんっていう感じです。はい、あとねもしかしたら分かんない、私もまだ分かんないですけど、まあそのねまた振り返りとかもあるしね、前になんかっていう感じです。まあでも私も頑張ります、最後の最後まで。まあそうですよね、劇場大好きな方だったらなんでやねんっていう感じですよね。こういう真面目な話をするのはね私は苦手というか、もう本当に苦手はい、なんかわかんない、なんかさ難しいよね本当に言葉って、なんか語彙力ある人本当にすごいなってすごい思う。何も考えないで適当に喋るのが一番楽です。そりゃそうだ私全然語彙力ないですよ本当に。だから本当に食レポとかあんななんかすごいしか言ってないですよ、すごいと美味しいしか私本当に思うんです、葵ちゃんってマジで天才だったなってすごく思うんですよ。なんかだから本当にあのファンの人、葵ちゃんすごいんだなってあのちょっと心でっていうか、なんか改めて拍手を送ってくださいいやマジでだってあんなに踊ったんだよ、あんなに踊ってんのマジですごくない、考えられないです、すごい。猫図だよということで皆さん、なんか話そうなんか話そう、なんでもいいよ、自由に生きてだって、そうだよね、自由に生きましょう。あ、マリアちゃん、マリアちゃんね、髪切ってた、可愛かった。なんかマリアちゃんいつもね髪切るとき切れすぎたって悲しい感じで来るんですけど、私からしたら全然切ってる風に思えないんですよむしろちょうどいいよって思うんですけど、いつも切りすぎたって言ってて、でも今回はうまくいったそうです可愛い。なんか舞台終わってあのマリアちゃんから連絡来て、ご飯行こうって言ってくれて、あ行こうって言って2人でご飯行ったんですけど、いっぱいお話ししてくれました、楽しいお話と。
で、なんかご飯プラス帰り道も一緒に帰って、それでもいっぱい話しました。好きなアニメは、好きなアニメですか、最近アニメ見てないけど、ちょっと前までコナンを見てました。はい。でもそんなにあのみんなみたいに詳しくありません。はい、っていう感じです。最近のアイス情報、最近のアイス情報はセブンイレブンのソフトクリームあるんですけど、ソフトクリームってカップのコーンのね、それのバナナ味が出たんですよ最近。いつもね、なんか違うメロンとか出たりするんですけど、今回はバナナですごく美味しいです。バナナうまいです。でもちょっと前まではファミマのチョコミントのアイスも美味しいです。もうそれも最高でした。私チョコミント大好きなんです。はい。おすすめの YouTube は、おすすめの YouTube はセカンドさんっていう3人の女の方の女性のグループがいるんですけど、めちゃくちゃ面白いっていうか、すごく元気が出るんですね。なんか3人ともお友達でやってるっていう YouTuber の方なんですけど、おしゃれだし、なんかその友達に会いたくなるって感じですなんか友達いんのって話じゃない、いますって友達いますって、そう、なんか友達に会いたいなってっていう、すごい元気が出る。でもちょっと若めです若い子向けです。はい。好きな芸人さんは紅生姜さんが大好きです。紅生姜さんがあのラジオやってるんですけど、紅しょう好き好きっていう、めちゃくちゃ元気もらえるんで、ぜひ聞いてください。 Spotify で聞けます。はなちゃんが好きなのは和食、中華、洋食。和食かな、かもしれない。和食なんですかね。洋食、和食かな、和食だと思います。好きな色、好きな色なんですかね。目につく色は黄色とかオレンジとか水色とか白とか全部やはい、なんかそのものによってですね、これはピンクが可愛いとかあるじゃないですか、そういう感じです。最近の後輩とのエピソード、最近との後輩、昨日はココちゃんの生誕祭があったんですけど、江口ココちゃんのねねちゃんとココちゃんと私とおニューの上履きをしまして、嬉しいですって言ってくれましたエピソード薄エピソード薄。最近先輩のエピソード、最近の先輩のエピソード、なんだろう。エミリーさんがずっとマリアちゃんがいなくて寂しそうでしたはい、マリアがいないねって。で最近思うのが、ちょっと公演が終わったあとっていうか、なんかなんていうの、休憩めっちゃよく喋ってて可愛いなって思いますいっぱい喋ってて可愛いなって思います。はい。何ヒーロー、アンチヒーローかな、アンチヒーロー最終回だよね、見てる人。私昨日も見たんですけど、みたいなあれでしたよね、まさかのみたいな。でも私はそのまさかのまさかの裏な気がするんですよね。まだ見てない人いるからちょっとあんま言わないでおきますね。はいすいません、まだ言わないでおきます。はい。好きな洋服のブランドは、私好きな洋服のブランドとかないな。あ、でもよくその
トリップ北九州って私服なんですけど、私服でこう買いに行く、私本当にレッスン着しか着ないんですよ。本当にここのお仕事してるとお出かけとかしないからさそうだからナイキとか着てるんですけど、でもそのトリップ北九州の時はフリークスストアとか、まあでも最近ユニクロとか買っちゃいますね普通に。とかあとはザラね最近行ってないんですよね。そうなんです、全然行ってなくてっていう感じです。あ、ギャップもたまに買います。あとはネットですかね。ははっ、 B リアルおもろい。 B リアルやりますよね、みんな。はっ、サングラス似合うってありがとう。あ、ピノのストロベリーチーズケーキを食べました。美味しいですよね、わかります。はなちゃんはやってません。やりたいんですけど、なんかはやり方がいまいちわからなくてやる気が起きませんやりたい気持ちはあるんですけどね。はい、ナインボーダー見てないんだよね。そう、絶対見たら面白いんだけどさ、ネットフリックスにないからさ、見る気起きないんですよね。見ろしって感じだよね、ごめんなさい HKT メンバー B リアルやってるんじゃない。でもなんか公式のあれじゃないか、あんま言わない方がいいのかな。はいネタフリのおすすめ、最近涙の女王を見終わったし、その前はヒエラルキーって最近入ったやつ、最近ってかもう昨日か一昨日ぐらい入ったやつなんですけど、もう面白いです。それももう8話ぐらいしかないんですけど、すぐ見れるんですけど、めっちゃ面白いです。はい、ネイルはこんな感じ。まあ、ウィンクできた。こっちはできないこっちはできた。こっちはもっと開いてくれれば。アンメット面白い、やばい、アンメット大好き。杉崎花さん最高に可愛い、同じ名前嬉しいあ、おしりんさんありがとうございます。足が痛くなってきた。あ、今日りのちゃん誕生日、りのりのりおめでとう。りのちゃんのいいところ、かわいい、おもろい、優しい、私のこと好いてくれるあとなんていうの、話すのが楽しい、いい子、かわいい、顔かわいい、おしゃれえ、今んとこ、え、猫だよこれ。花意味がもうすぐ見れなくなる、悲しいね、悲しいね。なんか私めっちゃ泣いちゃいそう
業公演とかね。なんか最近私たち年の話ばっかしてるんですよね。最近やばいっすよねとか言ってなんかめっちゃ疲れませんとか、疲れ取れないですよねとか話しかしてない。やばいよね本当に良くないよね。なんか手綱ではさ一切感じなかった疲れをさ感じるのよねいや私の涙見て涙止まっちゃうの。マジそんなことある。20過ぎて授業に来るなんて、それなあ。また半分切れている。てか今日月曜日なんだね。なんかみんな疲れてる時にやってごめんねごめんね。なんか今やんじゃないよって感じだね。一緒に泣いちゃうかしら。毎日やってもええやで。だって本当私の声ね眠くなるって言われる。眠くなりますか。てかなんかさ熊やばくない。なんで姿勢良すぎて。いやでも本当にこれは許して。姿勢悪くなるの嫌なのだって全然寝れてる。最近いい夢見れてますか。いや、わかんない。わかんない。でもこの間家族が出てきた。あー、お家帰りたいってなった。初見です。こんにちは。金縛り、最近会ってないです。私、移動中なんですよね、金縛り。飛行機乗ってたり、とかすると。え、今日はアンメットだね。嬉しい。雨と嬉しい。フルーツだと何が好き？なんだろう、シャインマスカット、バナナ、メロン、スイカ、リンゴ、なし。かな。ほぼ、桃も好き。あ、いちごも好き。姿勢よく、はい。私嫌いな食べ物ありますよ。とね、春菊とか嫌いです。はい、春菊。パクチー。なんかそのなんか苦い。あ、ウニも苦手です。ウニも苦手。グリーンピース食べれるんですけど好んで食べないかな。うん、
ニンニクとかあんま好きじゃない。ニンニクあんまり好きじゃないですね。シソは食べれるようになった気がします。最近ウニ苦手ですね。じゃあペペロンチーノも苦…いやペペロンチーノは大丈夫です。なんかニンニク多分食べれる。なんかそんな好まない好まないですね。はい、確かに私パクチー好きそうな顔してるよね。確かに。確かに確かに。ケーキ、ケーキはね何がいいかな。ミルクレープが好きです。クレープじゃんですね。ミルクレープ、ショートケーキ、ミルク、そう生クリーム系が好きですかね。モンブラン好きだ。モンブラン、私ラルキー食べたことないの。9年も福岡住んでるのにやばいよね。さすがに食べろっていう感じだよね。おもろい。俺ラーメン好きそうな顔してるよね。だっていいじゃん、わんぱくそうってことだ。おもろい。コテコテの私ラーメン食べないんですよね。なんか食べたいくなる人結構いるじゃないですか。全然ないの、ラーメンが食べたいって思ったこと。はい、アイスが食べたいってなっちゃいますね。全然違うじゃんね。あんこも好きですよ。顔こうしたらいいんだ。こうやってやっちゃおうかな。あ、ヒーローが、ヒーローちゃんが髪の毛茶色にしてた。かわいい、かわいかった。似合う、とっても。お酒も飲まない。お酒はね、なんかみんなと一緒にご飯行ったりした時に飲むぐらいですかね。はい、一人では飲みません。みんなにちゃん付け、そう私ちゃん付けで呼んじゃうんですよね。そう、あんまり呼び捨てな人いないんですよね。いないですね。誰だろう。いないかな。ビビアンね、確かにビビアンと日向ぐらいなんですよね私。なんかあ、愛知、あでも愛知、愛知ってあれだもんね。なんか呼び捨てじゃないか、あだ名だもんね。ゲームはしません。ゲームはしません。膝が痛くなってきました皆さん。私の膝がうるさいよね。キャー、膝が痛い。あ、ねえこれあれじゃない。ねえなんか私のねテレビね録画できないの。なんか録画できるんだけどなんかできないの。そうだからさ、見たいやつあるのにさ録画できないのよ。これめっちゃ見たい、大悟の芸人領収書。これにあれが出れます、紅生姜さん。絶対に見たい、見たい。ティ
ばあるかな。30超えるとマジでさらに一気に来るよ。だって知ってる知ってる、健康生活整えよう。ね、マジでうねうねしてるのね私、やばい。くもプロさんが好きです。稲田さんも好きです。みんな好きです。皆さんは最近どうですか、どうなんですか、一旦元気ですか。あんまり元気じゃないの？なんで？毎日泣いてるの？なんで？今日は疲れた。月曜日ですからね。ちょっとそれぞれですよね。私もなんか大変になっちゃうんだろうなと思って。猫背です。前髪薄、これぐらいがいいか。私面白くないですよ、全然。全く面白くないです。本当に面白くないです。もう普通の女です。普通の女です。私はこれはユニクロの T シャツです。去年買いました。はい、はなちゃんキャップいっぱい持ってますよ。なんかいっぱいある帽子、6個、8個ぐらいある気がする。はい、嬉しい。今週初めて劇場行きますって。わーい、待ってます。
普通にこうやって見ちゃったテレビ。あー膝が痛い。普通が一番本当だよね。いや姿勢はしてないんですけど膝を曲げて座ってるので膝が痛いです。クッションの上に座っています。膝が痛い。肩こりがひどいです。だって姿勢よくしましょう。姿勢姿勢よくしようキャンペーンなんで、はい、皆さんも姿勢よくしてください。かわいい甘いっていう、アンパン。うねうねすぎるな。はい、姿勢。金髪ね、してみたい、いつか。白に近い金髪がいいですね。はい、それぐらいしてみたい。でもブリーチ抜きになんないからね。でもブリーチはしたくないなっていう気持ち。化粧はしていません。ノーメイク、ノーメイク。これ美容と出てくるんだよね。長くなっちゃう。スクショタイムはさっきのウィンク撮った人。すごい。こんなことして怒られるのよ。できない。はい、たこまるちゃんさんありがとうございます。ありがとうわー。
あ、高丸ちゃんさん、またありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。お肌ケアは何をしていますか？普通に化粧水、乳液、クリームで、一応なんか毎日パックはしています。はい。でもそんなにね、なんか私美容とか本当に詳しくないんで、はい、人並み人と同じって感じですよ。髪の毛は伸ばしています。たい焼き食べたくなっちゃう、こんなたい焼き来たら。たい焼きはあんこがいいです。です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 ふいふい。はなちゃんのポニーテール好きだって、嬉しい。しぶいちゃんも私のポニーテール好きらしい。ありがとう。カスタード派です。私とは分かり合えないのねがない人。てててててれて。マジック。首がなくても可愛いよ。だってありがとう。そろそろ1時間だよ。だってじゃあやめとく終わりにする。だってさ、なんか話しちゃったもんね。いや、もう一声だって面白い。最初、あ、びっくりした。なこちゃん首がなんか、そんなこと言わない。眉毛も染めてるよ。眉毛だけ黒くなっちゃうからね。日付変わるまで私が寝ちゃうのでダメです。でもそろそろ私の膝が限界を迎えそうなの。だからみんなあと5分ね9時までやるね。みんなみんな9時までやるね。了解。なんかみんなのファンレベルが一気に上がったよ。どうして？1時間やったから？ 1 時間経ったからなのかな。急にファンレベルが上がりましたって。
ということで皆さんあれですよ、性欲しようキャンペーン、わーい、うエリラのファンレベルが87に上がりました。本当ですか、それは本当なのか。姿勢よく頑張ります、頑張ってください。こうやってね、はなちゃん可愛すぎて見入ったら猫背になってしまって、じゃあやめる。私のファンの人って優しい人ばっかり、ありがとう。ありがとう。なんか私って結構飽き性なんですよ。ハマったらハマるんですけどすぐ飽きちゃって、それ以降はもうなんか全然っていう感じタイプなんですよ。だから皆さんが私のことをずっと好きでいてくれることが私はなんか不思議でしょうがないです。しかもこんな私をありがとうございます。皆さん何がいいのか教えてください。私の何がいいのか教えてください。なんかまあどちらかというと私ってアイドルっぽい子はないじゃないですか。なんかそのキュルキュルアイドル系ではないじゃないですか。だからなんか不思議なんですよね。いやダンス上手いって皆さん言ってくれるんですけど、私のダンスもそのアイドル向きじゃないんですよ。だからなんか不思議でしょうがない。なんでなんだろうってなんか思う。だから本当にありがとうございますっていう気持ち、こんな私。でもそうだよね、なんかもう私も結構可愛い子と可愛い人大好きなんですよ。結構見ちゃうタイプで、こうツイッターとかで、そういうことか。そういうことね。でもなんかあれですね、皆さんが元気になるって言ってくださって元気になるとか、私のおかげで頑張れるみたいなの言ってくれるのがすごい嬉しくて頑張れていますね。そういう人に慣れていてよかったでございます。嬉しいね、本当に。ありがとうみんな。そろそろ足が限界なので終わらせていただきます。はい、ということで皆さん、あの姿勢よくしようキャンペーンよろしくお願いします。読みますね。13位気まぐれさん、ありがとうございます。12位レッドブル、 KTM トロピカル、オーシャンブルーマイスターさん、ありがとうございます。11位キムケンさん、ありがとうございます。10位メイビーさん、ありがとうございます。9位コウイチさん、ありがとうございます。8位ノンノンさん、ありがとうございます。7位ダイバーさん、ありがとうございます。6位ヒサさん、ありがとうございます。5位はるかさん、ありがとうございます。4位ニッシーさん、ありがとうございます。3位ヤマピーさん、ありがとうございます。2位オシリンさん、ありがとうございます。1位タコマルちゃんさん、ありがとうございます。可愛い顔載せてくださいね、載せるなら。そのキャンペーン、このキャンペーンは
私が卒業するまで続けさせていただきます。よろしくお願いします。バイバーイ、またね。明日は私公演です。頑張ります。